霞を食べては生きていけませんからね。昔の友人の連絡網を探して電話しました。それで、あの…そう、国見くんに確認してもらいたいことがあって。さっき、黒猫見つけたんです。それで、その…ひどい怪我してて…知れない猫で、それで千尋さんに連絡しようと思ったんですけど、番号がわからなくて。それで家です。すぐに商店街に戻ります。そこに病院があるんです。あの、千尋さんの番号知ってたら国見くんからかけてください。それじゃあ。ちょっと、どうしたの？え？それで今探してるところなんだよね。京介くん、なんか用があったの？ん？商店街。私も行くわ。怪我って一体何がどうなったの？どのくらいの傷かも。心配ね、あんなに小さな体だし。あ、京介。そんなにスピード出したら転んじゃうよ。だったら私も行くよ。
走っていくから。どこに向かっているの？だったら大丈夫。私はお姉ちゃんだからね。あ、京介くん。一体何なのさ、急に。サンデーがどうかした？え？怪我？サンデあ、あったよ。あ、葵さん、服。これは猫の血が…血？あ、あの、猫は…中で、あの、もう手術が始まってるんです。もうちょっとかかると思いますよ。ちょっと見てきますね。やっぱりまだ時間がかかりそうですね。皆さん、お友達？はい、神崎さん。サンデーちゃんのこと、説明してもいいですか？体を何かが貫通したようなんです。貫通？貫通って何がですか？侵入したものが何なのかは体内に残っていないのでわからないんです。多分拳銃の銃弾じゃないかと思いますけれど。
銃？まさか。銃。たまにありますよね、矢を撃ち込まれたとか。でも銃だなんて。そうですね、ちょっと信じがたいですけど。だとしても貫通はしないですからね、普通。まさか、まさかと思うんですけど。とにかくサイズが、口径が小さかったのが不幸中の幸いです。じゃなかったらひとたまりもなかったと思いますから。それと内臓を外れていたのも良かったですね。ちょうど肩のあたりですね、胸と肩の中間くらい。そこから入射して斜めに貫通していって背中から射出されています。大丈夫です、すぐに良くなりますよ。私のせいだね。私がちゃんと注意してあげなかったから。外で歩いているのは知ってたのに、私がのんびりしてたから。でもね、私だって何でもかんでも分かるわけじゃないんだよ。全部外れるから。ちょっと外の空気でも吸ってきた方がいいみたいね。あ、私もついています。何でもないの。女の子なんだし血なら平気。ほら、私たちも外に出よう。あとどのくらいかかるかわからないし、みんなもういいよ。え、でも。ごめんね、チカ子ちゃん。本当は私一人になりたいんだ。
本当ごめん。けど。一人が嫌になったら電話してもいいからね。電話、葵さんから。出かけるの？へえ。ごめんなさい、急に呼び出して。サンデーのことなんです。私がサンデを見つけた時のことです。その時のことを聞いてもらいたくて。私その時丘にいました。裏山です。というか悲鳴でした。悲鳴と怒声と慌ただしい気配と。怖かったから目で確かめたわけじゃないんですけど、喧嘩しているみたいな感じでした。それも本当に危険な喧嘩という感じの。本当に怖かったから私そっと物陰に隠れてそのまま固まってました。その人たちがどこかに行ってしまうまでやり過ごそうと思ったんです。そうしたら急に雰囲気が変わったんです。魚の群れって海の中で一斉に向きを変えますよね。あんな感じでさっと